先端とまで来たぐらいには、未だに選手の個性的なピーク。どういうこと？打ち合いにどういった違いがあるのか教えていただきたいです。まあ、強い打ち方？打ち方とか、ピークの仕方の話かな？ちょっと難しいけど、強いて言うなら、例えばだけど、まあ武器の打ち方に関しては、まあちょっとそうだね。バンダルファントム、バンダルはいろいろあるかもね。シャオ、スイゲスとか、なんか最近た、まあ、ラズさんとかリオンさんとか、日本人だとそっちかな。ゼンフさん、ラズさん、リオンさんとか、スイゲス、シャオみたいな。バンダルワンタップ系、リコイル持ってかない人？転勤もそうかな。まあなんかそういう人の打ち方見るのか、あとは、最近多いのが、マジでね、これ本当に今年かな？今年初め、多分マスターズ1ぐらいから出てて、顕著になってきたの。なんか去年からいたんだけど、まあ、走り打ちが もうなんか昔ファントムだけだったのが、最近バンダルでも走り打ちするようになってみんな。まあ、この距離はしないけど、近距離走り打ちはマジでこのゲーム当たるから。これが、いや、今年多くて、最近なんか、こう見てるやつが、なんていうの？一発だけ撃って、切り返しのタイミングで、こうなんか、打ちながら引いていくみたいな。ここ、できないな。なんか、壁抜ける壁、限定だけど、距離でこれやると、まあ、本当に当たるんだよね。ページでいいじゃん。ページも別に壁抜けないんだよな。これが抜ける壁だとしてね、こんな感じで、木打ちみたいなのを最近出て、まあ、これが、的な打ち方かもしれん。このゲーム特有ではないけど、最近めっちゃ多いね。まあ強い、これ実際。まあだからこれ、いや、これが、なんだろう、これが当たっちゃうゲームなんだよ。こういうのが。結構こういうのが当たっちゃうゲームだから。まあ走ってるやつに弾を当てると、ストッピングをさせてしまうから、結果的になんか走ってんのにこいつ弾当ててきたんだけど、一緒みたいなない。なんかそういうのって、自分が胴体一発当てたりとかすると、いや若干ストッピングが効いた状態になるから、それで、なんていうのかな、走り打ちが当たるみたいなね。